王座キャッスル最後にゲートに今入ります。体制完了、スタートしました。ほぼ一戦になりました。内から1番のマイネルストーク飛び出していきましたが、中からラブメッセージ、大気ブリザード並んでいきました。その後ろにシンボリドレスデン、後方から桜ローレル、インコースキシバッカス、王座キャッスルが外におります。正面スタンド前を通過してラブメッセージが先頭に立ちました。リードは2馬身ぐらいあります。大気ブリザードが2番手の体勢です。3番手に王座キャッスル、外から上がっていきました。桜ローレル、そのうち、それからインコース1番のマイネルストーク、外側にはラブメッセージの体勢で1コーナーをカーブしていきました。ラブメッセージ先頭です。ラブメッセージ先頭で1馬身半のリード、これを追って2番手大気ブリザード、3番手集団固まってきましたが、外から王座キャッスル、内側にマイネルストーク、間には桜ローレルです。ちょっと桜ローレル控えました。5番手の体勢で向こう上面に入ります。後ろは5馬身から6馬身と開きました。シンボリドレスデン、後方から2頭目、3馬身後方に2番のヒシバッカスです。今線を通過してこれから3コーナー目指します。先頭にラブメッセージ、リードは1馬身ぐらい、これを追って大気ブリザード2番手、1馬身差王座キャッスル、外に持ち出して桜ローレル、それからインコースに1番のマイネルストークと固まって800を通過、それから2馬身後方1頭抜いてヒシバッカス上がってきました。最後方を変わりまして内側を通りました。最後方が6番のシンボリドレスデンとなっています。今3コーナーカーブに入っていきました。先頭ラブメッセージ、リードは1馬身で600を通過、2番手大気ブリザード、徐々に接近してきました。1馬身差、外を取って桜ローレル、フランスのオリビエ・ペスリエ騎手が鞍上ですが、ちょっと前2頭から下がって差があります。1番のマイネルストーク、それからシバッカスがまた上がってきまして中段の位置です。インコース6番のシンボリドレステンで4コーナーから直線に入りました。さあラブメッセージ、ラブメッセージわずかのリード、外から大気ブリザード並んできました。桜ローレルも懸命に追い上げてまいります。200を通過したところ、先頭は大気ブリザード、大気ブリザード1馬身半のリード、2番手は桜ローレルが上がってきました。桜ローレル先頭を追っている。3馬身後方にラブメッセージの体勢だ。大気ブリザード先頭、大気ブリザード先頭でゴール、2番手に3番桜ローレル、3番手離されまして5番のラブメッセージです。勝ち時計は1分54秒0、2番手から抜け出しました大気ブリザード、楽勝でした。